こんにちは。生態ニコニコサイトです。本日もどうもご覧いただきありがとうございます。ということで今日はですね、掃除機がけをしていて腰痛になるのは仕方がないのか、そんな仕方がないとか、そんなことはないのか、ということで、お伝えしたいというふうに思います、ね。ちょっとわかんなかったですね。仕方がないか、仕方がないわけではないのか、ということですね。で、お伝えしたいと思います。これね、結構あるんですね。腰痛の人あるあるなんですけども、まあ、掃除機をしていたら、掃除機がけをこうやってたら、まあ、腰が痛くなると。まあ、これはまあ仕方ないと。まあ、年齢とともにこれはもう仕方ないんだと。もうどうしようもないんだと。だから、途中で休憩したりとかですね、しなきゃいけないんだと。まあ、掃除機イコール腰痛みたいな。そういうふうに結構思っておられる方が多い。っていうのが、ありますので、今日はそうじゃないよと。そうじゃないよと。仕方ないってことはないんですよ。ということで、お伝えしたいなというふうに思います。で、これはですね、なんでそんなことが言えるのかと言いますと、ちゃんと股関節とか全身を使ったりとか、あと肩甲骨、こういったところを使っていくと、腰痛が、まあ、起こらなくなっていくからなんですね。で、実際私のお店に来られて、まあ、整体院してるんですけども、整体院に来られた方にいろいろお伝えしたところ、まあ、実際ですね、そういうふうなことが起こってます。例えば今まで5分間して掃除機がけしてたら痛かったのが、これが10分に伸びたりとかですね。で、10分で痛かったのが20分できるようになったりってことが起こってるんですね。で、実際ですね、20分ぐらい掃除機がけできたら結構できます。お家が例えば2階建てだとしたら、1階部分はですね、だいたい20分とかあれば終わるって人が結構いらっしゃいますので、まあ、1階部分20分かけてやりましたと。で、ちょっとまあ休憩して、それからまあ2回すればまあほぼ腰痛がこの掃除機がけで起こらないということが起こってくるわけなんですね。なのでぜひあなたもですね、この掃除機がけ腰痛になるのはまあ仕方ないと思っているあなたはですね、ぜひこれをチェックしていただいてですね、掃除機がけでまあ腰痛にならない、そんな体にまあなっていただきたいな。それをちょっとまあいきなりすぐにはねなくなったりはしないと思いますけども、徐々にそれがですね、今日お伝えすることをちょっと心がけてですね、やっていただきますと、だんだんと、掃除機がけをしても腰痛にならなくなりますし、あ、このままいったら腰痛になりそうだなっていうですね、そんな、まあ、ポイントですね。そういったことも、まあ、癖ですけども、そういったこともわかるようになりますので、ぜひ、見ていただければと思います。実際これは私もやってますし、まあ、私のお店に来てる人もやっていただいて、結構やってる人は、結構変わってきたっていうような実感をいただくものになりますので、していただければと思います。ということで、掃除機がけで腰痛にならない、方法ですね。それは仕方ないってことはないんですよ、ということで、ポイントはですね、3つあります。掃除機がけをして腰痛にならないためのポイントは3つあります。で、1個ずつ今日はお伝えしていきたいんですけども、まず1個目は、全身を使うということです。全身を使います。一応書きましょうか。全身。ね。体全部使うということですね。全身を使うということになります。で、これどういうことかと言いますと、まあ、掃除機がけで腰痛になる人は、まあ、どんな風に掃除機がけしてるかと言いますと、まあ、大抵ですね。まあ、お話を聞いて、どんな風にやってますかって聞くと、大体こうやってます。こうやってます。まあ、こういう感じかな。こんな感じでやってます。で、これよく見てくださいね。これどこ動いてますかね。これ手を動かしてるんですね。まあ、腕ですね。腕だけでこうやってるんです。これは腰を痛めますから、今日からやめてください。で、なぜ腰を痛めてしまうかと言いますとですね、この手だけでこうやってるとですね、腰の、ここの筋肉がですね、無理に引っ張られちゃうからなんですね。で、これはですね、広背筋という筋肉が、関係しています。広背筋。ちょっとね、すぐ出てこない。あ、ありました。これですね。広背筋、広い背中の筋肉と書きます。こんな感じでですね、これ背中ですよね。背中の、まあ、下3分の2ぐらいですね。を、こういう風に覆っておる筋肉になります。こっちもありますよ。右と左あるんですけども。要は背中のですね、このあたり、このあたりぐらいの、ここまでこうやってね、こうやって覆っている筋肉になります。
はい。で、この筋肉がよーく見てくださいね。起死と停止ってあるんですね。起死はこっちか。起死と停止っていうのがあります。で、この停止っていうところは、筋肉が起死と停止ってありまして、起死がこの背骨のここについてます。で、ここから始まって、停止ってここで終わりますよっていう筋肉の、最初と最後ですね。で、要はここから背骨からこの腕についてるんですね。全部背骨からこう腕にこういう風に、順番にこういう風に、こんな風にね、こんな風についてます。で、痛くなるのはこの辺ですね。ちょっと白くなっている部分です。で、白くなっている部分、ここはですね、ちょっと筋肉が硬い部分になります。ですから、伸び縮み、筋肉が伸び縮みしますけども、伸び縮みしにくい部分が白色になります。で、こっちの方はちょっと伸び縮みしやすい筋肉で、最後、腕についております。ということで、これが関係してまして、結局ですね、後背筋というのは、この辺からずーっと上についてまして、で、それが最後、腕についてですね、ここに、ついてます。こういうところね。なので、こうやってるとですね、腕でこうやってるとですね、ここ筋肉がこの腰まで繋がってます。しかもこの腰の部分硬いです。なので、こうやって筋肉を、こうやってやってるとですね、この後背筋が伸び縮みするんですね。伸び縮みするのはいいんですけど、腰の筋肉が硬いんで、それが常に引っ張られたり縮んだり、引っ張られたり縮んだりってことを繰り返すことによってですね、ここに負担がかかる。で、しかも、こうやってやった時に、まあ、腰痛になる人はですね、こういうふうに丸くなっている人が多いんで、最初から伸びてるわけですよ。この時よりもこうしてね、伸びてるわけです。硬いのは無理に伸ばされてます。伸ばされた状態でさらに手でこうやってるんで、さらに伸ばされる。ということで、ここが硬くなっている人、とか骨盤がずれてる人はこの辺硬くなってるんですけども、そういう状態でさらに伸ばされて、さらに手で伸ばすというふうなことで、この三重苦ですね。三重苦が訪れるわけですよ。で、そうすると、腰痛に次第になってくると。だから起こすときに、あたたたたたってなるんですね。伸ばしすぎちゃってね。なるんですね。それが急激に縮むで痛みが出るということになりますので、まずは、この全身使うんですね。手だけじゃなくて全身使って。全身使って。そしたら、ね、下半身とかね、この辺も一緒に動くじゃないですか、こうやって。こうやってね、一緒に動くじゃないですか。だから、ここだけが伸ばされるってことはないですよね。こうやってたら、もうここも伸ばされて縮んですね。ここが無理かかります。そうじゃなくて、こう全身でこうやってね、体ごとやればいいんですよ。そしたら、ここが、無理に伸ばされるってことがないので、まあ、腰痛にならなくなるということが、まず第一です。で、第二のポイントは、股関節を使います。腰が痛くなる人は、こうやってね、ここで体重を支えてるんですね。で、こうやってるから、めちゃ、でかくなってくるんで、股関節を使います。なので、全身を使いつつも、ちゃんと股関節、ここをちゃんと使う。全身は使っても、こうやってたら、これ腰負担かかります。これ股関節をしっかりこう折る。股関節を折って、それで、全身でやる。股関節をちゃんと使う。これが第2のポイントです。で、第3のポイントは、ちょっと、これは上級者向けになりますが、これは肩甲骨を使うということになります。肩甲骨って後ろに、ここにね、ある、骨ですね。ここにある骨です。この骨をちゃんと、使うと。全身使いつつ、股関節もちゃんと使って、肩甲骨を使う。わかる人は肩甲骨を後ろ回転させます。そういう風にすると、無理なくですね。腰の筋肉が無理に伸ばされることもないですし、腰に負担がかかった姿勢でもないので、まあ腰痛にならなくなるということになります。ということで、これがですね、年々ですね、そういう股関節とか、先ほど肩甲骨が動かなくなっていくんです。ずれてるからですね。正しい位置からずれてるんで動かなくなっていくんですね。なので、肩甲骨とか股関節を使わなくなり、で、どうしても動くところは手だけ、腕だけになってくるんで、腕だけでしてしまう。それが結果的に、まあ、腰痛にさせてしまっているということになりますので、逆に言えばですね、この体をですね、肩甲骨と股関節とか使えるようにして、全身を使うようにちゃんと掃除機ができるようになれば、腰痛にならなくなるということになるわけですね。それから仕方がないことではないということなんですね。ですけども、やっぱ腰痛がこの慢性的に起こってしまっていると、ね、もうそんな、ね、肩甲骨がずれてるとかね、
骨盤がどうかなってるとか、股関節が使えてないとか、そんなことをね、わかんないですから。これわかんないです。なかなかね、わかんないです。言われてもわかんないぐらいですから。なので、仕方ないな、というふうに思うわけです。なぜかというと、まあ、毎回腰痛になるからですね。毎回やると腰痛になるので、これは仕方ないな、と。まあ、途中で休憩、まあ、5分で休憩入れるか、みたいな感じになっていくわけなんですけど、実は、肩甲骨とか股関節が動いてないかもしれませんよ、ということなんですね。で、全身使ったらいいかもしれませんよ、ということなので、ぜひ、あなたの、今日3つね、ポイントをお伝えしましたけど、その中の1つでもいいので、実践してみれると、またちょっとね、変わってくるかもしれないです。変わってきたらね、あ、この人、あの人言ってたこと本当かな、みたいな感じで、思えるかもしれないんで、まあ、ちょっと全身使うか、股関節を使うか、まあ、ちょっと肩甲骨を使うか、ちょっと取り入れやすいところからやってみてください。ということで、またやってみてですね、うまくいかないとかね、ここがわかんないとかね、ありましたら、コメントやメッセージや、まあ、LINE をいただければというふうに思います。またこういった方法を知りたい人は下のところから、チャンネル登録をしておいてください。またですね、こういったことをですね、直接、オンラインとか、お店でも指導しておりますので、まあ、気になる方は、下のところにホームページのリンクがありますので、そこからアクセスしていただいて、ちょっと詳しく見ていただければと思います。ちょっとオンラインに関しては、まだちょっとホームページの方は、情報が載ってないので、なんか、メールか、まあ、LINE かでですね、なんか、オンラインなんかあるんですかみたいな感じで聞いていただければというふうに思います。ということで、本日も動画にありがとうございました。